ちは。こんにちは。今日はたくさんの方でお集まりいただきありがとうございます。今日はその中でも自分でこれからウェブサイトを作ってみたい、ワードプレスという言葉は知っているけれど詳しくはわからない、ワードプレスをもっと使いこなしたいという方に向けて、そしてそういう方をお客さんに、ウェブサイトを制作されている方に向けて、今日はこの2人でワードプレスについてお伝えいたします。簡単に自己紹介をします。私は大木春菜と言います。愛媛県でフリーランスのライターと編集をしています。ワードプレスを使ったウェブメディアの運営もしています。ワードプレスは長年使っているんですが、今回ワードプレス小木島の実行委員になってたくさんの気づきがあったので皆さんにシェアしていきたいと思います。私は山口から来ました村上直子と申します。フリーランスでウェブやチラシの制作をしています。ワードベンチ山口のモデレーターをしています。はい、では早速ワードプレスに関する素朴な疑問を Q&A 方式で解決していこうと思います。まずは基本編、質問その1、そもそもワードプレスって何ですか？ぼんやりこういうものっていうのは理解してるんですが、詳しく教えてください。はい、ワードプレスとは CMS のことです。コンテンツマネージメントシステムの略で、日本語で言うと内容を管理する仕組みです。昔々ウェブサイトは更新するためには HTML や CSS など専門的な知識が必要だったんですが、この CMS の登場によって文章を書いて更新ボタンを押すといった直感的な操作でホームページを更新することができるようになりました。この CMS であるワードプレスは、例えばアメーバブログやノートなどのブログサービスや、ジングルやミックスのようなホームページを制作するサービスのようにホームページが作れたり、あと最近ではアプリケーションプラットフォームとしても利用することができます。なるほど、ブログとウェブサイトが作れるんですね。もう一つのアプリケーションプラットフォームというのは何なんですか？はい、こちらは少し複雑で難しいので、本日15時55分の高橋さんと高野さんのセッションで触れられておりますので、ぜひそちらの方をお聞きください。はい、それではここでプラスワンポイントです。ワードプレスはインストールした状態で、インストールしただけでは何もない道具なのですが、テーマで見た目を変更し、プラグインで機能を拡張し、自分の好きなコンテンツをアップロードすることで思い通りのブログやサイトを作ることができます。現在に更新に挙げられているテーマは6000以上、プラグインは5万5000以上ありまして、たくさんの選択肢から選びたい放題です。テーマもプラグインもものすごい数があるんですね。そうなんです。ただ、もう今は使われていないプラグインもこのスタジオの中には入っているので、これだけたくさんあるんですが、たくさん利用できます。ワードプレスではこれら3つを分離して、テーマやプラグイン、コンテンツ、これら3つを分離して管理できるので、それぞれ変更しても互いに影響しないで自由に組み合わせることができます。テーマとコンテンツ、プラグインが別々だから、それぞれを部分的に分離することもできるということなんですね。はい、そうなんです。別々に管理できるというところがポイントです。では次の質問です。質問その2、ワードプレスってどのくらいの数使われているんですか？はい、ウェブ全体の約3割、CMS では約6割、そして日本の CMS の約8割がワードプレスと言われています。日本の CMS のシェアナンバーワンです。めっちゃ使われてるんですね。はい、そうなんです。なるほど。ということで質問その3、なんでそんなにたくさんの人に使われているんですか？はい、これはですね、1つ、いろんな要素を兼ね備えているから、2つ目、ユーザーがたくさんいるからと考えられています。ワードプレスの特徴を見ていきましょう。ここにずらずらずらと書いてあるんです。
ですが、読み上げてみます。1、専門会社に依頼しなくても自分でコンテンツを管理できる。2、独自ドメインが使える。検索エンジン対策に有利。3、低コストで運用できる。4、自由に改良できる。5、プラグインが豊富で拡張性が高い。6、突然サービスが終了する必要がない。7、広告が入らない。8、コンテンツは全て自分のもの。これらの良さをワードプレスは兼ね備えているんです。また CMS のシェアナンバーワンであることからも分かるように、ユーザーがとっても多いんですね。そのおかげか日本語の書籍が多いです。なので知識を体系的に学ぶこともできます。そして本日のワードキャンプもそうなんですが、オフラインのイベントで他のユーザーとも交流することができます。なんと今日はこれらの本の著者の方も多数ご参加いただいてますので、ぜひお話しして帰られてみてください。またですね、オンラインでも質問する場がワードプレスにはあります。ワードプレスには自ら学べる環境があるんです。そういう意味で使いやすい CMS と言われています。勉強さえすれば自分で思い通りのウェブサイトが作れるのがワードプレスなんですね。はい、そうなんです。なるほど、そこが魅力でこんなにたくさんユーザーがいるっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。納得したところで質問その4、ワードプレスの特徴で出てきたコンテンツは自分のものっていうのはどういうことなんですか？はい、ワードプレスでは突然コンテンツが消えたり勝手に使われたりする心配がなくて自由にできるということです。逆に言うと突然コンテンツが消えたり勝手に使われたりすることってあるんですか？はい、例えば大木さんがアメブロでブログを書いたとしますね。で、実は大木さんが書いた記事が知らないうちにアメブロに利用されている可能性があったりするんです。それはすごく嫌ですね。せっかく書いたのが使われちゃうっていうのは。そうですね、そういう気持ちにもなったりするかもしれないんですけど、実は利用規約にこんなことが書いてあります。アップロードまたは保存した全ての情報についてあらゆる対応で利用できるものとし、利用者はこれに同意するとします。で、こういったことをサービス利用開始時に自分でちゃんと同意しています。確かにこういう利用規約読み飛ばして同意しちゃってますね。そうですね。で、アメブロなどに代表されるブログサービスやホームページ作成サービスでは無料で簡単に使えますが、コンテンツは完全には自分のものにはなりません。一方で自分でサーバーを借りてワードプレスのホームページを運用する場合は少しの手間と少しのお金がかかるんですが、コンテンツは完全に自分のものになります。で、勝手に使われたりしません。で、自由にできるんです。そうやって使ったコンテンツは自分だけの財産になっていきます。確かにただで使って全て自分のものっていう、そんなうまい話じゃないってことですね。せっかく貯めた自分のコンテンツなので、自分の財産としてしっかり守っていきたいです。ここでちょっとお知らせです。サーバーの取得自体が難しいという方は、この後本日15時の谷口さんのセッションでもっとサーバーのことを教えてというものがありますので、こちらの方を ぜひお聞きください。またですね、今会場にいらっしゃるサーバー会社の方、恐れ入りますが、もしよかったら挙手していただけませんか？はい、実行委員のサーバー屋さんも手を挙げてください。はい、こちらもしもっとサーバーのことを知りたいなという方がいらっしゃいましたら、今挙手していただいている方にお話をぜひ聞きに行ってみてください。ご協力ありがとうございました。はい、続きまして運用編に行きます。質問その後、初心者にはワードプレスって難しいですよね。私の周りにはテーマをダウンロードしてそれから進まないという方がすごく多いです。そうなんですよね、最初はちょっとなんか難しく見えちゃいますよね。でも大丈夫です、一緒に学んでいきましょう。はい、じゃあ最初はどんなことを学べばいいですか？はい、こちらの表を見てください。これはワードプレスをカスタマイズする5つの方法
法と必要なスキルを書いたものです。例えば記事を書いて投稿するだけですとか、プラグインで拡張するだけという方は、こちらの一番優しいスキル、ワードプレスとプラグインの使い方を学んでいただいたら大丈夫です。でまた例えばこういった地味な見出しを可愛く変更したいという場合は、2番目のスタイルシートを変更する必要がありますので、 CSS の知識を身につけてください。 CSS の知識は私はないんですけど、見出しのカスタマイズはやったことがあります。見出し、ワードプレスとかでググったら情報が出てくるので、最初はそのコピペだけで大丈夫っていうことですよね。そうですね、はい。どんどんコピペをしていくうちに、だんだん分かってくると思いますので、その段階でまた深く勉強していただければ、もっと身についてくるかと思います。はい、頑張ります。はい、はい、ここでプラスワンポイントです。先日大木さんが話してたときに、ワードプレスって管理画面がごちゃごちゃしてて難しくないですかっておっしゃってましたよね。出ました。はい、そういう時にはユーザー権限を分けてみてください。このユーザー権限というのは管理画面での操作の範囲を限定することです。例えば管理者でしたら全てのことができるので、このようにメニューがたくさん並びます。一方投稿者にするとメニューはこれだけになります。記事更新やブログを書くだけの方には投稿者権限で管理画面をすっきり使うのもありですね。見た目がすっきりすると書くことに集中できるからいいですね。はい、では次、質問その6。いつもテーマ選びにつまずいてしまうんですけれども、なんかスムーズに探す方法ってありますか？はい、まずは公式リポートという掲載テーマの絞り込み機能を使ってみてください。こちらはテーマの新データ画面なんですが、こちらに特徴データというボタンがありますので、これを押してみて絞り込むことができます。まずは試してみてもらえたらと思います。はい、いつもググってテーマを探してたんですけど、公式に実はこんなに機能があるんですね。はい、こういう絞り込み方もあるんです。はい、やってみます。だいたいイメージに近いテーマを見つけられたとしても、なんか物足りないっていうことってありますよね。ということで質問7。もうちょっとスタイリッシュにしたいとか、余白を持たせたいとか、テーマをもうちょっとどうにかしたいっていうときはどうしたらいいですか？はい、ざっくりと3つのコースがあります。まず1つ目は、自らスキルを獲得してカスタマイズを追求する方法。コース B はお金を払ってやってもらったり、便利なサービスを買ったりする方法。3つ目の C は、デザインは前向きに諦めてコンテンツに注力するというコースです。これからワードプレスを仕事にしていきたいという方は、 A の自らスキルを獲得してカスタマイズを追求する方法がおすすめです。どこまでも追求できてしまうので、沼にはまってしまう可能性も高いんですが、勉強になることは間違いないと思います。 B、 例えばお花屋さんやパン屋さんなどウェブ制作以外の仕事をしていて、ワードプレスを広報ツールとして使われている方は、お金を払ってやってもらったり、便利なサービスを買うっていうのも手です。お金と時間はトレードオフなので、サクッとお金を出して本業に精を出していただくのも、いいと思います。もちろん自分でやってみたいという方は A コースで一緒に頑張っていきましょう。また、ブロガーさんやブロガーさんなどコンテンツこそが大事という方におすすめなのは、デザインを前向きに諦めてコンテンツに注力するというコースです。デザインよりコンテンツ勝負の方は、一旦デザインにこだわりをしているとコンテンツに注ぐ時間が増えます。これは何に動力をかけるかというグラフなんですけど、例えばテーマを自作しようとしている方が、それを既存のテーマに切り替えると、デザインにかける時間は短くなって、コンテンツ制作にもっともっと時間やお金や労力をかけることができるようになります。でその分、思い通りになることもある、思い通りにならないこともあるんですけど、そこは一旦スルーしていただければと思います。ありがとうございます。すごくよく分かりました。
私はライターなので E コースにして、デザインはデザイナーさんにお任せしてコンテンツ作りに集中したいなと思ったんですけど、ちょっと今回いろいろカスタマイズのことを学んでもっとやってみたいので勉強もしていきたいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、じゃあ次の質問は GPL についてです。ワードプレスの勉強をしていると 100% GPL とか GPL 違反とか GPL っていう言葉がたくさん出てくるんですけど、どういうことなんですか？はい、GPL は GNU General Public License、 の略で、日本語では一般公衆利用許諾契約書と利用許諾契約書です。ワードベースが採用しているフリーソフトウェア用のライセンスです。でこれはどんな内容かというと、何でも使える、ソースを手に入れて研究して自分用に変更して使える、友達にあげてもいい、不特定多数の人に発表してもいい、という4つの自由を許可するものなんです。でただし1つだけやってはいけないことがあります。それは自分の自由を他人に対して制限してはいけないということです。これさえ守っていればワードプレスは GPL を採用しているおかげでいろいろなことが自由にできるんです。あとこの自由っていうキーワードが結構ワードプレスがたくさん出てくるなと思ってて、ワードプレスは自由をすごく大切にしてるんだなって思いました。はい、そうですね、この自由というのがポイントになります。次の質問はセキュリティについてです。ワードプレスってセキュリティは大丈夫なんですか？はい、アップデートをちゃんとしてパスワードを強固なものにしていれば、大丈夫です。ウェブサイトへの侵入経路はおおむね脆弱性を悪用されるか承認を突破されるかが主な方法です。ですのでこの2つを守っていただければ大丈夫です。アップデートについてなんですけど、はい、前制作会社にホームページを作ってもらったときにアップデートはしないでくださいって言われたんですけど、それはデマですか？それはデマです。はい、おそらくそうおっしゃられたのは、アップデートをすることで画面が崩れたりしたりすることを恐れられていることかと思うんですが、そういったリスクよりもセキュリティが突破されて困ってしまうリスクの方がはるかに大変なことなので、ちゃんとアップデートしてください。はいはい、また何かあった時のためにバックアップを取っておくということも大切です。ありました。パスワードもきちんと管理します。はい、中見さん、いろいろ教えてくださってありがとうございます。これからも作業してくるとわからないことが出てくると思うんですが、ということで最後の質問自由なんですけれども、わからないことがあったらどうしたらいいですか？はい、ワードプレスでは公式サイトにオンラインフォーラムがありますので、こちらで質問することができます。こちらに質問を投稿すると、詳しい有志の方が答えてくださります。でまた、オフラインでの他のユーザーと交流しながら話を聞いてみることもできますので、ぜひいろんな人に会っていろんな質問をしてみてください。はい、気軽に尋ねられる環境があるのですごくありがたいですね。私も今回初めてワードプレスのコミュニティに関わったんですけど、皆さん本当にすごく気さくでいろいろ教えてくれて感動しました。分からなかったことが少しでも分かるようになると楽しいですね。これからももっと自分らしく発信できる方法を探していきたいと思います。はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、以上で私たちのセッション終わりです。ありがとうございました。